2017年12月14日、17時34分です。ちょっとね、鮫島さんの枠で、ふわっちの確定申告について、なんかいろいろ話題になってるんですけど、ちょっとなんか、わからないことがあって、なんか鮫島さん誤解してるんじゃないかなっていう部分を、ちょっと感じたんで、なんか鮫島さんと話したいなと思って、枠を開きました。よろしくお願いします。今ね、多分ね、鮫島さんが、てるちゃんぴんとね、その税金について語ってるんだけど、どうなんだろうなと思って。くみたん、TCP じゃないよ。何が TCP だよ。何やってんの？アカウント変えてきなさい。ここ TCP じゃないから。何が TCP だよ。あなた、ワドーリスナーでしょ。何やってんの？ TCP に取り込まれすぎでしょ、うちのリスナー。メガホンありがとう。どうなんだろうな。ちょっとなんか鮫島さん誤解してる気がするから、ちょっと税金のことについてちょっと鮫島さんと語り合いたいんだよな。なんかその税金の払い方そのものについてね、ちょっとあれなんだよな。あれ？俺の声が回ってるな。どこだ？あれ？のんちゃん、後ろで声出してる？あ、のんちゃんか。まあいいや。TCP じゃないでしょ。くみたわらじゃないでしょ。のりこも TCP なのか？ そうなの？のんちゃんも TCP になっちゃったの？コウメちゃん、お帰り。むしろ、コウメちゃんの方を TCP にしなさい。あなた、もともとくみたんはこっちで使ってたコテハンなんだから、なんでサブアカの方で俺のことやってるの？おかしいだろ。はい、わこちゅんちゅ。ああ、こんばんは、ハートありがとう。っていうかさ、俺の考え、ちょっと税金詳しい人います？税金わかる人、個人事業主の人とか税金のこと詳しい人います？いや、確かにじゃないよ、本当に。なんでサブアカの方なんだよ。何メインのお気に入り配信者切り替わってんだよ。まあ、そんなのはいいんだよ。そんなね、TCP がどうとか、テル別に仲いいから、そんなネタをやってる場合じゃなくて、確定申告についてちょっと詳しい個人事業主のリスナーさんいます？なんかね、鮫島さんの話を聞いてて、鮫島さん自身がなんか誤解をしてるような気がするんだよ。あ、法人税決算申告して、法人税っていうかね、個人事業主なんだけど、そう、青色申告。俺も青色申告なんですよ。で、個人事業主の届け出してるんだけど、俺自体は、あれなの。っていうかさ、ポイントに課税することなんて不可能だよね。鮫島さんがさっき言ってたんだけど、ふわっちポイントは、課税することって不可能だよね。それを現金化した時に課税がかかるんだよね。合ってるよね。だってさ、ビットコインとかも雑所得とかも現金化して利益が上がった部分に対して課税だよね。合ってるよね。じゃないと、ビットコイン買った瞬間に保有してるものに課税がかかっちゃうことになるから、鮫島さん誤解してるよね、多分ね、ここ。ふわ、そうだよね。現金化して、その、例えば、今年の年度3月に申告するんだけど、現金化しないでポイントを天ギフに変えましたと。全部を。そしたら課税ゼロだよね。で、天ギフを使ったら現金化したり商品化した時に課税がかかるんだよね。で、多分ね、鮫島さんこれ誤解してるよね。だから、テルが言ってること正しいんだよ。合ってるよね。俺の考えで。俺は、去年の確定申告とかも全部それで、ちゃんと、聞いてるんだけど、で、鮫島さんが教えてくれたサイトとかも見てみたんだけど、現金化以外に課税することなんかできないよね。そうだよね。課金しなければ、だって、半年で不発ポイント消えるんだもんね。だよね。円に換算した時だよね。合ってるよね。よかったよかったよかった。しかも経費控除してからの、そう、経費控除の分とか、多分鮫島さんが税理士にかかるお金とか分かってないんだよ。税理士のついてる、てるちゃんぴんが言ってることが正しいよね。だから、凸かけようと思ってんだよね。やめた方がいいかな。 なんか怒られそうだよね、俺。 鮫島さんに。そうだよね。経費控除の概念とか多分伝わってないよね。当たり前だよね。合ってるよね。俺不安になっちゃって、鮫島さんの放送聞いてて。かから、ふわっちのポイントのままで税金がかかったら、この国おかしなことになります。
なんか言われそう？え、鮫島さんに言わない方がいい？俺、もう、すっきりしたから枠閉じたいんだけど。もう逃げたいんだけど、ダメ？鮫島さんに言われたらなんか、お前ふざけんなよみたいになんない？なんかメンツ潰しちゃうことになるから。だよね。俺言ってること正しいよね。普通のことを言ってるよね。いや、なんか、何お前、先輩の顔潰しやがってみたいにならない？なるでしょ？いや、いい。もう、俺は解決したから、やめとくわ。正しいよね。やめとく。凸はかけない。よかった。よかった、よかった。ないと税金対策できないもんね。いや、やだ、やだ、やだ。ロックオンされちゃうよ、鮫島兄さんに。え、だって今、てるちゃんぴんと鮫島さん電話してるんでしょ？だから、今かけることできないもん。税理士依頼済みだし、俺は税理士使ってないの。個人で全部やってんの。俺は、マジで？マジで？いや、だから、まあ、てるちゃんぴんと話してるから。いや、でも、まあまあ、合ってるよね。え、でも、鮫島さんの放送見てて、みんな違和感感じなかった。ポイントを税務署がどう判断するのよ。いや、だから、ポイントに関して税務署が把握できたとしても、そこに課税をするっていう法律はない。で、例えば、ふわっちに税務署からポイントいくらこの人もらってますかって言ったとするんじゃん。で、600万円分のポイントを持ってますっていうのがバレたとしても、それを課税することができないと思う。多分。合ってるよね。その600万円のうち300万円を現金化したら300万円か、引く、まあ、経費、領収書だよね。で、引いた分に対して課税はすることができる。っていうのが俺の認識だよっていうのを確認したの、今。だから、ポイント時代に、またブロックされる？やめようか。のんちゃんやめた方がいいかな。黙ってた方がいいよね、これ。自枠で解決するわ。口座にね、入金された日っていうよりも現金化した日だと思う。一時嫉妬っていうかネタなんだろうけど、鮫島さんがちょっと税金のことをわからなすぎるっていうか、鮫島さんが逆になんか税金を今まで払ったことがないのがバレてるだけなんだよね。鮫島さんが今まで税金を払ってきてなくて、青色申告と白色申告も理解してないし、個人事業主の概念もわかってないのが、分かってる人にどんどんバレてるっていう放送になってんだけど、鮫島さんのリスナーさんがそれに気づいてないっていうシュールな放送になっちゃってんの。黙ってよね。裏番組じゃろ、裏番組。いや、言わない言わない。絶対怒られる。いや、やだ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 。俺は正しいよね。合ってるよね。間違ってないでしょ。大丈夫だよね、みんな。俺が言ってんの正しいよね。現金化した、ポイントのままだと税金かかりません。現金化しました。現金化した分から経費を引きました。ね。その部分に対して雑所得で、税率がかかりますよ。OK ですか？大丈夫だよね。よかったよかった。そう。俺はずっとこれで申告してたから、鮫島さんがずっとポイントに関して課税がかかるって言ったら、そんなんこの国終わるぞと思って。もう、大丈夫だよね。合ってるよね。副音声で楽しみましょうね。鮫島さん、そう、ちょっとググっただけの知識で、なんかこう、ね、祭り化しようとしてるけど、ちょっと、税金に対しての知識がなさすぎる気がするんだよね。だから、ちょっとなんか、苦しい展開になってきたのかなと思って。どうしようかな、この放送終わって、どうしよう、やべえな。いや、でも俺は良かったわ。なんかちょっと不安になっちゃったから、あれ俺間違ってると思って。いや、鮫島さん電話終わってないじゃん。鮫島さんは電話終わってないでしょ。ポイントに課税かかるのはポイントサイトも課税対象になるし、ツタヤカードのツタヤポイントとかも課税になるし、アマゾンギフト券を買ったらアマゾンギフト券に対して課税がかかるみたいになるんだよ。そんな法制限にはなってないの。ただ法律が変わって、ふわっちのポイントをアマギフに変えるまでは課税がかからなかったんだけど、アマゾンギフト券に変えて買い物をしたら課税かかるように変わったんですよ。これは事実。だから昔の脱税スキームはなくなったの。いや、違うって感じのさ、ふわっちのポイントに課税はかかりませんっていう。そう。かかりません。騙され、なんでそういう解釈になるの、感想ちゃん。ふわっちのポイントに課税なんかかかるわけないでしょ。
だって半年間保有してたら、ふわっちポイントって消えちゃうの。例えば俺が1000万分、花火分もらいましたと。1年間で。で、半年間俺が、いや、金なんかいらねえよって、億万長者だからっつって、ふわっちポイント半年消えるんだよ。そこに対して税金かける国が。ありえないよ、そんなの。そう。ね、合ってるよね。間違ってないよね。購入の時に消費税かかるでしょ。もうバカすぎる。バカすぎる。いや、もうなんか、こういう時ににわかと本当に仕事ちゃんとやってる人か税金払ってる人かわかるよね。てか、どうやって申告するんだろうね。領収書あるわけ。何を申告す、申告は自己申告制で、もし嘘をついてたら、逮捕されたりとか差し押さえ、されたりっていうのがこの国ですよ。はい。どうやって申告するんじゃなくて、申告するのがこの国の義務ですから。はい。どうやって申告するんだろうねって言ってるのがまず間違いの。もうしたことないのがバレてる。昨日からサメちゃんひたすら確定申告のことを力説してるけど、サメ島さんはおそらく、結構、何言ってんだっていう状況、わかる人からすると。鮫島さんはボロボロに結構間違ってる。多分、ポイント自体に税金がかかるって本人は思い込んでる。かかりません。個人でも控除後に収入が50超えたら要申告ですが。っていうか、まあ、50超えなくても俺は申告だと思ってるよ、基本的に。馬券的中でも申告忘れあるある。まあ、追徴課税だろうね、あんまりにも高額だったら。天城府の時にも消費税がかかり、アマゾン商品券買った時にも消費税かかる。違います。はい。天城府消費税っていうのは購入した時にかかって、で、それを徴収した企業っていうのが売上ベースで、最後にその税金を戻すとか、そういう仕組みなんですよ。ね。だから、法人の方、要は消費者から取って法人が国に払うっていう仕組みなのね。で、俺らが言ってるのは消費税の話ではなくて、お金の所得の話なんですよ。脱税スキームになってたの、今までは。例えば、1000万円売り上げがある中で、物品、経費だって言って200万円分を Amazon ギフト券に変えちゃってっていうのが流行ってたの、昔。だけど、200万円 Amazon ギフト券に変える部分では別に構いませんけど、その200万円で何か車を買いました。まあ、Amazon で車を買いましたって言った時、それ現金と同じ効果だから、ここには税金払ってくださいねっていうこと。天城府で商売始めたらどうなるんだろう。鮫島さんは何がしたくてあんな配信してるの？いや、だから、まあ、鮫島さんが最も得意とする脱税してる配信者を叩こうとしてるんだと思う。車だとしたら、まあ、そういう細、今のは、その分かりやすく、車だとしたらにっていう細かいところはあれなんですけど、まあ、何万円以下のものはどうこうっていうのがあるんだけどね。そう、ヌメさんごめんね。その専門的な、もっと分かりやすく、200万円の例えで、ただ車って言ったんだけど、詳しい人からすると、なんて言うんだろう。資産になるか資産にならないかっていう金額とか細かいところある。配信者がみんな税金払ってるかどうかはごめんなさい、立花さん、わかんないです。うち1000万超えてるから消費税も払ってる。天城府って期限あるんですか？あ、ごめんなさい。わかんないです。さっさとキャッシュレスな社会になればいいのに。もうマイナンバーとかで口座とか管理してやるのが一番いいんだけどね。だけど、そうすると金持ちが脱税じゃなくて節税できなくなるから。ダメになるんでしょう。まあ、閲覧稼ぎっていうよりも、祭りが来たんじゃない？毎年来るでしょう、これから、ふわっち配信者は。でも別に鮫島さんがやろうとしてることは別に悪いことではないと思うけど、鮫島さんがちょっと的外れな気がする。そう。正確な情報っていうよりも、なんかその税金のスキームを理解してないのよ。だから多分確定申告をやってないと思う。来年から口座マイナンバー、わかんない。そうなのかな。どうなんだろうね。あっちもマイナンバー登録。だからね、インターネット時代をもうマイナンバー登録にするべきだと俺は思ってるかな。そういう意味で。まあ、ならないと思うけど、金持ちからすると都合が悪いから、絶対政治家はそれやらないと思うけど。まあ、でもよかったよかった。ちゃんと、なんか法人とかで、
やってる人とかの話が聞けてよかった。鮫島さんはちょっと、分かってる人からすると、ちゃんと税金とか払ってる人からすると、ちょっとずれてる状態になっちゃってるね。まあだから、税金の払い方とか分かんない、サラリーマンの人とかアルバイトの人たちが聞いてると、そうだそうだ、やれやれってなってるけど、ちょっとずれてる気がする、俺は。アイラは3500万ぐらい税金払わないとダメとか言ってた。それはぜ、あの、まず税金に対して分かってなくて、稼いだ額に対して税金がかかるわけじゃないです。利益に対して税金がかかるんですね。で、個人事業主の場合だと、例えば、経費でかかってる分、機材代とか、あるでしょ？そういうのも経費で落ちるんですよ。でしょ？それが資産になるのかとか、いろいろ法的なスキームとかはいっぱいあるんだけど、税金のことを無視して、収入イコール全部に税金がかかるって思ってるのが多分間違い1だと思う。そこは間違い。だからテルチャンビンが言ってるレシートを集めてる意味っていうのがちょっと分かってないんだと思う。多分伝わってないんだと思うな。合ってるよね。合ってる？あと14分でこの放送終わりにします。はい。鮫島さんが多分通話終わったっぽいんだけど。通話終わったっぽいから、電話かかってきたから嫌だから、俺逃げます。あと14分で逃げます。大丈夫？ヌメさん。逃げます、僕は。エスケープします。はい。ロックオンされたくないんで。鮫島さんからガン詰めされるのすげえ嫌だから。俺は自分の税金の払い方が間違ってなかったらそれでいいから。よかったよかった。うやむやにする。この放送も録画を消します。個人事業主として登録してたら、いや、登録してなくても認められると思うわ。まあ、個人事業主で登録してた方が信用性は上がるだろうね、多分。税務員とかに。いや、チャンピン通報しなよっていうか、チャンピンは別に通報されるような要素が一つもなかったかな、俺が話聞いてる限りだと。別にテルチャンピンは間違ったこと言ってない、全然。何でもかんでも経費に突っ込めるわけではない。もちろんもちろん。そりゃそうだ。そりゃそうだ。でも、鮫島さんは、さあ、これを読むと。それ読んだよ。だからそこに書いてあるじゃん。ポイントに関しては課税しますよっていうことはないよ。だから鮫島さんが誤解してる。完全に鮫島さんが間違ってる。今回は。このまま突っ走っても恥かくだけだと思ってる。絶対間違ってる。家賃は半分なるね。一般的に言われてるのだと。半分はなるでしょう。電気代、水道代、ガス代も半分になるでしょう。まあ、全額やっちゃう人もいるだろうけど、俺は半額が適正だと思ってるね。まあ、部屋の間取りとかにもよるんだけど。それは個々の判断。俺は半分で多分降りると思ってる。ポイントを何も考えずに課金した大手の人とかいるのかな？いるでしょ。だからみんな使いまくってるけど。だから今年からね、知り合いの配信者ほとんど税理士つけてるよ。まあいいんじゃない？でもね、FX とか株とかやってる人は多分税金対策はちゃんと知ってると思う。政務活動費も自宅が事務所だと。まあ半額は普通だと思うよ。インターネット代は経費で丸々落ちるパターンもあると思うよ。回線の使い方によると思う。ポンプやめてください。和道に電話しろバカにしてるからとかやめてください。ポンプ入れないでください。僕逃げますからね、あと10分で。やめてください。嫌です。マヨさんがポンプ入れたんで嫌です。かけません。嫌です。僕はもう問題解決したんで、もう見てましたから。和道がバカにしてるぞって。もうポンプコメント見ちゃったんで、僕は嫌です。もうバレてるから。そんなね、古いニコ生のね、テンプレートみたいなね、ポンプに俺は乗っからないよ。
鮫島さん的に回したら怖いっていうの分かってんの俺なんだから、うん、不利じゃないです、嫌です。かかってきたら出ざるを得ないけど、俺はこの9分間逃げ切るからね。9分間で逃げて、俺は自分の税金をちゃんと払えるっていうそのスキームがちゃんとできたから、うん、間違ってなかったでよ、よかった。潰さない、潰さない、やだ、敵に回さないって決めたんだよ俺、うん。2021年まで処理できるものは処理した方がいい。なんでなんで、いや逃げ切る、やだよ、やめてよ、窓に電話しろとか絶対やめてよ、うん、俺は逃げるよ、うん、俺は自分が正しければいいっていう、俺が脱税にならなければいいと思ってるから、別に他の人のことなんか知らないよ。配信者同士で食う飯は経費なのかグレーだな。場所によると思う。例えば便所太郎さんが、打ち上げで捨て頃の選手たちにミーティングで使いましたというのは経費で確実に俺は落ちると思う。これが落ちなかったら会社の経費で認められないから。だから用途が明らかに明確だったらそうでしょ。あとカメラ回してるかどうか、仕事に使ってるんだったらありなんじゃん。そう、ただプライベートは無理でしょ、うん、だからそこがグレーっていうよりも普通の会社で降りてる部分に関しては降りると思ってる、うんうん、いやありえないねえや、そんなことはありえない。ねえや、そんなことはありえない。うん。それは、ちゃんと個人事業主やってる人だったらわかるんだけど、ポイントサイトがそんなことになったら、だって半年間でなくなるんだよ、ねえや。もし、現金化したりとか、甘ギフとかに買えなかったら半年で消えるの。消えたものに対して課税するっていうのはありえないんだよ。だからないです。現金化したものに対して課税がかかるのが普通。相手が誰かを命じは大事っていうの用途だね。用途と目的をちゃんと証明できることができるか、うんうん、一緒に行ってる人の名前の記載も必要です。食事などはまあ領収書で降りると思うよ、うん、ないやないや、いやいやいや、もういいのいいの、もう終わった話だから、うん、ただ鮫島さんは俺は間違ってると俺は思うよ、うん、ふわちポイント半年で消えるのよ。だし、現金化してないものに関して課税がかかるっていう法律だったら、ビットコインが買った瞬間に課税、保有してるものに課税がかかっちゃうことになるでしょ。うん。だから、日本の法律は収入に対して課税をするんだから、ポイントの保有で課税はかけられませんよ。法的なスキーム上無理だと思う。ただ、ポイントサイトで買い物をしたらそれは申告義務があるから。合ってるよね、マキル。マキル詳しいよね、税務。鮫島さんは、ポイントに対して、600万円分の600万ポイントに対して税金がかかるって判断をしてるの。違うよね。600万円を現金化して、現金化した部分を経費を差し引いた分に対して税金がかかるんだよね。合ってるよね、マキル。そう。そういう話をしてた。領収書は取っとくのは基本です。はい。個人事業をやっとくわ。うん。うん、合ってるよねマキル、うん、ポイントにさ、だって課税がかかるって言ったらさ、おかしいじゃん、うんうん、今後和道さんも書くのおすすめです。僕は全部メモってあるんで大丈夫ですよ。領収書青色の場合はポイントは課税できるっちゃできる。青色を課税、ポイントを課税はできるっちゃできる。資産としてだって半年で消えるんだよマキル、うん、都合のいい解釈だからグレー。どうなんだろう。おお、ちょっとペコ、ペコ、おお、のんちゃんタバコ吸ってるからペコ、おお、ペコが来た、うん、グレーではないでしょ。だって現金化してないものに関して税金払うってなったらやばくない、うん、そう、明日ゼロかもしれない。ただ俺がちょっと気になってたのはビットコインに関してなんだけど、なんだっけ、ポイント発生時に売掛金として計上、ポイントが消えた、あーそっか、そういうことができるのか、あーなるほど。ポイント発生時に売掛金として計上して、要はバランスシートで組むのか、確かにできるな。ポイントが消えたら全額、あーそういうことだよね、あーなるほど、確かにできるな。できるけれども一般的なスキームだったら別にそれをする必要はないよね、多分。そういうこともできるけど、あえてそれをする必要もないよね。
ポイント自体に、その、なるほど。発生主義にした場合はそうできる。でも、どうしろって解釈は、え？でも、どうしろって見解は出てないかも。でしょ？だから、法が間に合ってない状態なんだよね。宝くじと一緒で、現金化しなければ。そういうこと、そういうこと。ボンバーさんが一番わかりやすいかもしれない。まあ、宝くじは、課税されないから宝くじなんだけど、ギャンブルで言ったらわかるかもしれない。だから、あれなんだよね。パチンコ配信者とか結構シビアなんだよね。あれ経費で落とせるのに経費で落とせないじゃん。もったいないんだよね。売り上げ上がっちゃったらその分もプラスになるから。ポイント課金前に現金計算できるから、ポイント課金前に現金計算、それもありですかね。でも現金化してなかったら必要なしだよね。だからそういうことをあえてすることができるけれども、そうする必要は必然ではないって状態だよね。マキル、そうだよね。あえてそのポイントを売掛金としてって言って計上申告することはできるけど、強制ではないってことだよね。まあいいや、僕は荒れそうなんでエスケープしますね。OK、 それじゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。